レピピチャンネル、レピちゃん、こんにちは、りなちです。今日はイヤリングを作っていきたいと思います。ではレッツゴー、レピちゃん。早速作っていきたいと思います。まず最初はこうやってぶら下がっているところから作っていきたいと思います。この丸カンを使って、ここの、ここに穴があるんですけど、ここに通していきたいと思います。まず、この2本のベンチで丸カンのところのを開けていきたいと思います。まあ、こんな感じで、穴が開いてるんですけど、ここで、こう、ギューってして、この穴のところに、通します。で、通したらその開けたところをもう一回ベンチで閉鎖します。まあこんな感じで、難しいんですけど、皆さんもやるときは頑張ってください。で、こんな風に閉じることができたら、こうやってなんか止める、耳を止め、なんか止めるところに、ところにもこうやって丸カンを入れていきたいと思います。これ結構難しいので、本当にちっちゃいし、こうやって開けたらここにも入れて入れます。で、そしたらさっきつなげたここに、こうやってこんな風に入れます。こうやって入れたらまた下げ、閉じます。閉じるのも難しいので頑張ってください。離れていくんですけど、私不器用なのでこういうものづくりとかは苦手なんですけど、まあ、今頑張っています。手でもできるので手でも閉じることができるのでやってください。では反対もやっていきたいと思います。本当に難しい。イヤリング結構難しいですね。さっきから外れていきます。器用な人とかは多分楽しくできると思います。こういうものとかも100均とかで売っているので。ここは結構バルカンとかがもうバーッバラきちゃうので、こういうところは手でやってください。で、こんな風にこうやって繋げられることができましたので、次はこのパーツをこういう丸いところにボンドをつけて、こうやって引っ付けたいと思います。なかなか出ないです。めっちゃ硬いです。本当に出ない、あんま少量しか出ない。こんな風にボンドがつけられたら、ここにつけていきたいと思います。結構ずれたら大変なので、しっかりにやっていきたいと思います。まあ、こんな感じでいいと思います。ということで反対もやっていきたいと思います。結構うまくできたと思います。まあ、こんな風に完成することができました。できた、完成しました。完成しているのがこんな感じです。まあ、結構可愛くできたので、私的には本当に嬉しいです。材料とかは普通に100均とかにも売っているし、ミンネっていうアプリでも買えるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。他にもこんな感じでいろんなこういう作りました。やっぱり自分オリジナルのイヤリングとかも作れるので、友達とお揃いでやったりとかもできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。